加藤さんと晩ご飯食べに来ました。ですね、須磨区妙法寺にあります花の湯さん、そこになんかねラーメン屋さんがあるらしいんですよ。はい、あります。行ってみましょう。加藤さん、あの B 神戸みたいですよ。 B 神戸、ね、ハッシュタグ神戸温泉、はい、神戸温泉、神戸天然温泉花の湯なんですね。行きましょう。あかん、今のちょっと腰曲げたんでちょっとなかなかきつかった。あ、ここ入れていいですか。はい、ということで靴を脱いで他に入ります。あ、こんな感じなんや。あ、お、ここ、あ、はいはいはい、営業中。あ、メニューこれか。わ、こんなええやん、焼き豚多いの。うまいんすよ。バツなってるけど熱いのと冷たいのとあんねや。ラーメン、あ、ご飯、チャーハンもあるよ。ラーメンセットみたいなないの。うん、これ見るととんかつ定食とかサバ定食とか、あ、これ、ん、あ、あれ、あ、あ、なるほど。あ、これ何、ラーメンに155円でチャーハンミニ、これ普通のチャーハン。あんな、俺ちょっと待って、一番最初のさ、これがええな、これ美味しそうじゃね。面白いですね。はい、これに俺はチャーハン見につけようかな。あ、食券ここで買うんや。千なんもなんやろ。1200円ぐらい、1220円ですか。はいはい、まず1050円と、うん、でミニチャーハン1220円、ラーメンとミニチャーハンで1220円ね。同じのにすんの？ラーメンは同じのにして、はいはい、なんか唐揚げか餃子かなんかのセット。ここはね、麺が好きなの。お、麺大盛り、替え玉を入れとく。替え玉、了解です。ご一緒よし。はい、ありがとうございます。これ加藤さんさ、あのお店入るときには、花の湯店ってなってたけど、このメニューにはセントラルキッチン店ってなってて、もともとここがラーメン作ってるとこやってね。わかんないですけど、はい、スープはここで作られて、はいはい、各店舗に、うん、配達されている。なるほど。各店舗で温めてラーメン作っている。じゃあ、まあ、ある意味工場直売所じゃないけどね。工場、はい、でメニューはここにもありまして、さっき表で取ったんですけども、何これ、乾燥してくれと。あ、乾燥入れたら味付け玉とかチャーシュー3枚とかネギ大盛り、うん、無料トッピングさせてくれんねんって。こういうサービスもされてます。先ほどねちょっとさらっとしか見んかったんで、我々頼んだラーメンはこの花びらチャーシュー、税込み1050円。ちょっとビジュアルみたいですね。あれ、お待ちください。はい、しばらくお待ちください。でこういう、他のラーメン類があって、こういう定食類がサバとかとんかつ定食があって、でおそらく今公園で言いますと我々のお隣のお子さんはこのハンバーグ定食ですね。はい、で我々頼んだのがセット、あ、私が頼んだのがセットか、 A セットを頼みました。はい、というこの、あ、冷麺もやってるねや。はい、というこんなお店でございます。ぜひね、まあ、まだ味見してないんでね、どの程度美味しいかちゃんと、ね、味見してから感想言いたいと思います。ございます。これですね。うわ、めっちゃビジュアルええやん。味噌とかは横のトレーにありました。あ、なるほど。味変っていうか、ちょっと追加したい人はそっちで入れてくださいね。はい。あ、ネギ多めね、こっちね。え、あ、これ替え玉か、はい。こんな感じです。では、いただきます。いただきます。初めての、港県。まずはね、スープから頂戴します。美味しい。これ豚骨？豚骨醤油で。豚骨醤油っぽい味もするね。はい、そっちのネギ大盛りすごいな。ネギ好きなの？ネギ好きです。はいはい、うん。でもやっぱ美味しいな。味いいね。麺頂戴します。うん。どうや、細麺縮れ？細麺。
労働の後の飯はうまいね。そりゃそうですっていうか、おめえが言わないデレブ動いてる、ちょっと動画撮っとっただけやもん。いや、こんなに暑かったら外いるだけでもしんどいっすよ。いやいや、今日でも加藤君の声でソリオも綺麗になってピカピカなって喜んでますよ。フロントガラスの汚れが全然落ちなかったのが悔しいです。いや、ごめん、俺からしたらあれが汚れ落ちてないように見えないね。余膜が残りまくってる、やっぱ余膜剥がして出ますね。ちょっとね、あの焼き飯も映ってないけど、これ焼き飯です。いただきます。うん、あの後ろでテレビの音が大きいですね。そうですか。うん、やっぱお風呂場って大きなこうテレビ画面があって、風呂上がりみんなが見るって感じなんよね。野球がするんですよね。はい、加藤君野球とかどこのファンとかあんの？阪神ですね。阪神ファン？やっぱあのヤクルトの応援をしたいなってよく思うんですけど。なんでなの？いや、7回裏に素敵な曲があるじゃないですか。7回裏の曲？東京音楽。ああ、これ以上言わないですけど。ちょっと、はい、その辺のことはまた皆さんコメントを寄せてください。これね、ヤクルトのキャラクターが好きやねん。ああ、つば九郎。つば九郎めちゃくちゃおもろいね、あれ。過激ですよね。つば九郎、あれ制限ないんかな、結構自由にやらせてもらってる。いや、俺つば九郎好きやわ。まあでも、つば九郎のあのつぶやきが好きになって、や、ね、野球に興味持ったりヤクルト観戦する人もいるかもしれないんで、まあ、いると思います、ね、いや、だから何でヒットするか分かんないじゃないですか。だから電車もそうじゃないですか。もちろん鉄道を好きになったとかね、通勤通学で乗るのもしっかりなんですけども、昔ね、私と加藤君が出会ったのは北上急行というキャラクターがきっかけなんで、うん、何回か YouTube でもお話してるんですけど、私があの冬の寒い時に谷上駅で凍えながらカレンダー打って、なんかビナのように固めてますけど、なんかその時に何も凍ってないですか。あれそうやったっけ。いや、 その前のシャコンの時にカレンダー買っちゃって、あ、そうか、買うのがなかった。すでに買ってくれてたよね。でも来てくれたの嬉しかったの俺。普通でも買っちゃってたんだ。いや、しかも電車賃ハロテやからね、高かったっすね。高かった。往復1,080円、片道540円でしたから。3年目からね、わざわざ来てくれたんやね。ずっと思い出すわ。もうそれからだからもう11年やもんね。まあ、少なくともこの港県のラーメンの名前、このん、あ、ごめん、映ってはいますね。ちょっと反転してません、これ。あれ、そうなの、はい、とんかつキング花びらチャーシュー、ほんまで美味しいです。ポンコツやな。もうめちゃめちゃポンコツや私。はい、ということでこの後ゆっくりいただきたいと思います。またね。